ただいまより、本校中央林間小学校の30周年記念式典を始めさせていただきます。はじめに実行委員長の山田誠二郎にご挨拶をさせていただきます。皆さんこんにちは。待ちに待ったホームカミングデーが、こういう天気になってしまって、ちょっと開始にあたりましてバタバタしましたこと大変申し訳ありませんでした。ただこれも初めてのホームカミングデーとして、とても思い出に残る会になるのかなというふうに考えております。今日は本当にたくさんの方においでいただきましてありがとうございます。私たち、30周年実行委員会は昨年、10月に発足いたしました。以来1年間、30周年の記念の運動会とか、それから航空写真、タイムカプセル、それから30年の記念誌、こういった取り組みをしてまいりました。で、今日が、その最後の集大成として、ホームカミングデーということで、たくさんの皆さんに集まっていただこうという趣旨で、開始いたしました。18年度2年間 PTA 会長をさせていただく中で、この中央林間小学校には非常に私の生まれ故郷の、もう今は廃校になってしまったんですけれども、この小学校と同じ、匂いを私は感じました。それは、今日もこうたくさんの中林フェスタを応援していただく地域の方がこう集まって学校を支えていただいていると、そういう意味では私が小さい頃に経験したのと同じ構図だったんじゃないかなというふうに考えています。30周年実行委員会で、取り組んでまいりました。そして今日を迎えたわけですけれども、我々、30周年実行委員会今日をもって、この役割を終えさせていただきますけれども、ここにお集まりの皆さん方はぜひ今日出発の日としていただいて、これから、ますますこの地域あるいはこの中央林間小学校を支えていただけたらなというふうに、思います。毎年来年以降この秋頃になると中林フェスタの頃になると、誰からともなくそろそろ中林フェスタだねとか、久しぶりに集まろうかとか、そういう、きっかけになればとても幸せだなというふうに考えております。私自身もまた、明日から皆さんと同じようにこの中林小学校を挨拶をさせていただきます。失礼いたしました。中村篤史よりご挨拶させていただきます。なんだよ田中篤史。皆さんこんにちは。本日はご対応の中、本市教育委員会教育長滝沢正史様、本市公立小学校長会会長鈴木京子様、そして地域自治会の方々をはじめ多くのご来賓の方々のご臨席を賜りまして、創立30周年をこのように盛大に迎えることができましたことに感謝申し上げます。ご来賓の皆様本日はありがとうございます。さて私の手元に、創立10周年の記念誌と20周年の記念誌があります。こちらのどちらの冊子にも、創立当時から子どもたちのために注いできた熱い思いが書かれております。これは保護者だけでなく地域、学校が三位一体になって築き上げてきたものだと思っています。皆さんこんにちは。本年度中央林間小学校の PTA 会長をやらせていただいております北島と申します。今紹介では、30年の歩みの紹介ということではあったんですが、私自身も、第3回卒業生で、この中央林間小学校で育ちました。今30年の歩みと言われたんですが、私が喋るにはあまりにも難しすぎて、今ここにいる皆さん、全て、卒業生、先生方、地域の方々、それがもう30年の全てではないかと、なんかいろいろ難しく話すのは私苦手なものですから、この皆様の顔を見て30年間中央林間小学校をこの地域や皆様が育ててきてくれたんだなというふうに実感しております。
今回チューリーフェストと同時開催ということで、子どもたちの笑顔もたくさん見れたと思います。